台湾南部の主要都市である高雄市において、その港に専用の施設を設けて建造が進められているのが、台湾の国産による潜水艦の一番艦にして2020年11月に寄港、2023年9月に進水を果たした海鯤なんだ。海鯤はこの昨年2023年の進水式に際してその名を付与された潜水艦だが、現在では建造場所の高雄市の港において、今後台湾海軍に引き渡しを行うための事前の研修テストが行われている段階にあるな。今回はそんな台湾初の国産潜水艦である海鯤について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。こうした状況下で台湾国防部の故国防部長、日本でいうところの防衛大臣、また他国では国防大臣や国防長官に相当は、この2024年9月18日に海鯤が来年2025年3月末から4月頭の日程で海上における研修テストに臨む予定とコメントしたよ。これらの海上での研修テストの結果が順調に推移すれば、同年末の11月には台湾海軍への引き渡しが実現するスケジュールになると目され、2020年11月の寄港からおよそ5年を経て実戦配備される可能性があるんだ。この台湾初の国産潜水艦である海鯤は、様々な推定値が報じられているけど、基準排水量が約2500トン、全長が約 80.0 メートル前後、全幅が約 8.0 メートほどの艦隊の規模を持つものと考えられているね。ちなみに日本の海上自衛隊で現在就役中の潜水艦は大きく3種類、古い順から親潮型、双流型、そして最新鋭の太平型があるが、台湾の海鯤は、その中でも最も旧式の親潮型にほど近い規模感に見えるぜ。日本の海上自衛隊の親潮型は、基準排水量が約2750トン、全長が 82.0 メートル、全幅が約 8.9 メートルほどの艦隊を持ち、以後の双流型、太平型はケレより少しずつ大型化してきているな。そして今の日本の海上自衛隊の最新鋭の太平型潜水艦は、基準排水量が約3000トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートルまで達しており、台湾の海鯤に比すれば一回り大きいことが使用上の数値からは伺えるね。太平型の中で進水式を経て命名を受けた艦の中では最も新しいのは同4番艦の雷鯨であり、2023年11月に進水を終えているんだけど、その建造費はおよそ702億円と公表されている状態なんだ。これに比べると台湾初の国産潜水艦である海鯤は、試作型でかつ最初の艦艇であるという経緯もあり、建造費は現段階で日本円にしておよそ2200億円に達すると目されており、潜水艦の建造に必要な設備投資の大きさが感じられるよ。台湾ではこの海鯤を皮切りに、2025年から2038年までの14年間で同型艦を7隻建造する方針であるため、以後は2年に1隻ほどのスケジュールで造成を予定しているが、その総建造費は日本円にしておよそ1兆2700億円と伝えられているぜ。単純にこの1兆2700億円を7隻で割って1隻あたりの建造費を考えるとしても、その額はおよそ1814億円ほどと大きく低下するとまではいかず、いかに自国産の兵器を継続的に生産できるのか、その体制を確立することの難しさが忍ばれる形だと言えるだろうな。日本の海上自衛隊で現在就役中の親潮型、双流型、太平型と同様に、台湾初の国産潜水艦である海鯤もその後の同艦をベースとした量産型の7隻も、機関部にはディーゼルエレクトリック方式を採用した通常動力型の潜水艦なんだ。日本の海上自衛隊の場合、機関部は親潮型はディーゼル機関と鉛製の蓄電池と発電機という構成だったんだけど、双流型の10番艦まではこれにさらにスターリング機関を追加し、非待機依存推進を実現させたものだったよ。そして双流型の最終の2隻、11番艦以降にディーゼル機関とリチウムイオン製の蓄電池と発電機という構成に変更され、鉛製よりも大幅に性能向上が可能となったリチウムイオン蓄電池の採用で、スターリング機関は廃止されたね。これが鉛製からリチウムイオン製の蓄電池の採用が可能となったことで、
水中の貴重な補助動力として採用されていたスターリング機関を不要とするパフォーマンスを得たことで、今の太平型ににもつながる機関構成に改められたぜ。そもそもスターリング機関はそれを水中での補助動力とすることで潜水艦の連続航行時間や行動半径を拡張することを機として搭載されていたわけだが、機関自体が非常に大きく重く、それに反比例して水中での速力は最大でも5ノット程度しか期待できない非力さではあったわけだ。これを蓄電池を鉛製ものからリチウムイオン製のものを実用化できたことで不要とすることが可能となり、海上自衛隊では前述した通り双流型の最終の2隻を、最新鋭の太平型でもこの形式を踏襲しているよ。台湾が初めて国産化を行った潜水艦である海鯤もそれらと同様の機関構成を採用しており、今後は韓国でも同様の機関構成が主流になると目されており、通常動力型潜水艦のトレンドは非対機依存推進一辺倒ではなくなりつつあるように見えるね。また艦尾の舵においても、日本の海上自衛隊では双流型から従来の十字型から X 字型に改めており、これにより4つの全ての舵が艦の方向を変える働きと、姿勢の制御を担う働きが可能となったぜ。この X 字型の舵は、艦の水中での機動性を大きく向上させることに貢献するとともに、仮に何らかのトラブルによって1枚が稼働できない事態に遭遇しても、他の3枚でカバーすることで艦自体の稼働状態を維持することが可能となったと言われているな。台湾の海鯤はこの X 字型の舵を当初より採用しており、その意味ではまだその採用に至っていない韓国海軍の潜水艦よりも、艦の状況下で先んじているとも言え、通常動力型の潜水艦としては先進的とも感じられるよ。潜水艦という兵器の特性を考えた場合、いかに深く潜航できるのかという潜航深度がその性能を示す尺度の一つとして用いられることも多く、飛行量ながら海上自衛隊の太平型などは500メートル以上の潜航が可能ではないかとも言われているね。日本の海上自衛隊の潜水艦の場合、今や最大の仮想敵国となって久しい中国と対峙するのは、東シナ海、南シナ海、そして西太平洋方面とかなり広い海域にわたり、中には水深の深い海域も含まれており、潜航深度も軽視はできないと思われるな。翻って台湾は、日本以上に中国と対峙する状況にあるとはいえ、大陸の中国と島である台湾を隔てている台湾海峡は、その幅は最短箇所でおよそ 130km ほどでかつ、半分以上の海域が水深は 50m 以下と極めて浅いわけだ。そのため、台湾海軍に求められる潜水艦の潜航深度は、敵のものよりも深く潜るということに重点を置く必要性は薄く、潜水艦の潜航深度の優位性で中国に勝ることは戦術的も戦略的にも大きな意味は持たないだろうな。台湾は中国が軍事的に侵攻を決断した場合、ミサイルや航空機からの対地攻撃の後、完全に占領するには地上部隊を上陸させる必要が生じるため、その上陸部隊を乗せた艦艇を潜水艦で撃沈することを機としていると思われるよ。一説には中国大陸と台湾と艦の台湾海峡は、前述した通りわずかな距離しかないとはいえ、上陸部隊を乗せた艦艇が比較的容易に動かせるのは、1年の中でも4月かもしくは10月の2度の期間しかないとの見方も多いらしい。これは台湾にとっては非常に大きな地理的気候的な自然のアドバンテージであり、今のロシア・ウクライナ戦争に見るように地続きではない環境は容易に敵の戦力の上陸を許さない方向に左右していると映るよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。